リンチェサーです。今回はこちら、ポケピースフェルティミシン専用たっぷりセット2回目作っていきたいと思います。今回はマスコットとミニクッション、そしてサコッシュを作ります。ミニクッションとマスコットは作り方はほぼほぼ一緒なのですが、ミニクッションの方がね、ずーっと大きいので、まずはこっちから作っていこうかなと思います。で、慣れてきたらちょっと小さいマスコットを作ります。で、最後にサコッシュ挑戦していきましょう。はい、今回綿が必要になってきます。このセットの中に綿は入ってないので、100均セリアやダイソーとかで全然構わないので、こんな感じの手芸綿っていうのを手芸コーナーで探してきてください。1個あれば全然余裕で足ります。あと、まあ、持ってると思いますが、手芸用のハサミを準備ですね。手芸用のハサミも100均で売ってるものでも大丈夫です。はい、ではまずはセットの中の布、外側の線を切っていきましょう。ピカチュウミニクッション2枚、そしてたくさんあります。マスコットたち丁寧に切っていきましょう。ラインの通りに切っていきます。こちらも全部。あとはこのサコッシュですね。サコッシュとりあえず外側のラインで切っておきます。真ん中のところの切り方は後で説明するので、それを見ながらやってみてください。はい、では頑張ってまずは切ってしまいます。はい、こんな感じで切り終えました。ではサコッシュのこちらの布を用意します。こちら2枚とも同じく線が入っていますが、どちらか片方だけを表として切り込みを入れていきます。裏の方側には入れません。はい、ということで私はこちらを裏にします。表の方を半分に折ります。半分に折って、この折り目のところが、このラインのところが重なるようにしたら、少しだけ切り込みを入れます。もう一つも少しだけ切り込みを入れます。そうしたら開いて、残りの部分を端まで切っていきます。ひっくり返して反対側も残りの部分、ラインの上を切ります。こうすると綺麗に切り込みを入れることができます。サコッシュ用の長い紐、こちらは4本とも使いますが、サコッシュ用のこちらの留め具部分の布は1本しか使いません。どちらか綺麗に切れた方を使いましょう。はい、そうしたらこちらミシンのスイッチを入れます。サコッシュの紐をまずはつなげていきます。同じ方側につながるように4本を1本にしていきます。はい、前回やった時と同じ感じですね。真ん中を止めて端から端へみたいな感じで縫います。ちょっとずらして、こんな感じで一箇所目留め終わったら、同じように同じ向きに重なるように重ねて縫います。バッテンの部分を留めたら端から端へ、はい、止めることができたら1本になりました。ということで1本にできたら、こちらと切り込みを入れた前側の部分を留めていきます。紐は前に持ってきます。同じように真ん中を留めて端から縫う感じですね。みんな慣れてきたかな。はい、切り込みを入れてない反対の部分、こちらにはまず
この留め具部分をつけていきます。ラインがずれないように重ねて縫います。後ろの留め具部分が縫えたら2枚の布を重ねます。でこういう風に見た時によれないように気をつけて伸ばしていって、後ろ側は反対側、前の部分と反対側に止まるようにセットしていきます。そしたらこの部分を外してここを縫い合わせます。この時ちょっとひねった感じに見えるから気をつけて、もう自分でセットしたのを信じてやります。はい、ではここ縫います。はい、こんな感じ。ちょっと縫い止め足りないなと思ったらもう一回縫います。はい、あとはねじれないように重ねます。これでいいなっていうのを確認しながら重ねて、こちらの布を縫い合わせていきます。はい、いつも通りバッテンのところでまずは留めていきますが、それ以外にも私は角のところで留めていきます。では仮留めをします。はい、私は5箇所留めて安心感をアップさせています。では星からハートまで一気に縫っちゃいましょう。長い紐を巻き込まないように注意して、紐をね奥にやって作業するといいかなと思います。では行きます。疲れたりちょっと怖くなったら自分の仮止めしたところでストップします。はい、で生地を伸ばして続きいきましょう。はい、ちょっと止まりそうでドキドキするところあったんですが、なんとかうまく形になりました。こちらのサコッシュもあれですね、あんまり絵柄に干渉しないというか綺麗な感じで縫えますね。これは気持ちいいというか嬉しい。やっぱ絵がね潰れるのが一番ショックだから。で後ろの留め具を前に持ってきてこの部分に入れたらサコッシュの完成。もうこれは可愛い。この残りのね、自由に使っていいよっていうワンポイント用のフェルト、こちら切り取って手芸用のボンドとかでここに貼り付けてもいいかも。そうすれば絵がぐちゃぐちゃってなることもないし、なんか良くないですか？可愛いと思う。ニャスパーとかね、いいんじゃない？はい。このつなぎ目のところ気になる子は、こういうところに、こういうワンポイントをね、貼り付けても可愛いと思う。いろんなポケモンっぽいデザインのものもあるので、ほら、隠れピカチュウとか。こういうところをうまく使うといいんじゃないかなと思います。
まずは1個目、サコッシュ完成。では2つ目は大きな大きなピカチュウのミニクッション。クッションなんでね、大きいんですけど、ミニクッションって名前がついてます。これやっていきましょう。はい、まあこれはマスコットと同じですね。切ったのを合わせて仮止め何箇所かして、ここスタートでバーッと塗っていく。でここまで来たら一回手を止めて、ここから綿を入れます。綿入れ終わったら縫い合わせたら完成。はい、じゃあ止めるところですね。この中には1,2,3 箇所ありますが、もうこんなんじゃどう考えても疲れちゃうので、ここも止めましょう。4,5くらいで大丈夫かな。はい、じゃあずれないように合わせたら仮止めしていきます。頭のところは元々ついてますね。と耳の先、ここちょっと心配な人はここら辺止めてもいいかもしれないけど、まあスタートラインはとりあえず頑張れそうかな。まずはここからここまでをやるぞっていう気持ちで、疲れたらここで休憩しましょう。さあ、いけるかな、どうかな。では行きます。もう縫っていきます。ではスタート。転換も大変なのでここでストップしちゃいました。はい、キュッ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 と回して、針がねこう刺さってる時は動かないので、そういう時はちょこっと押して進めてあげてから続きを縫います。休憩、手の位置を動かして続きを縫います。やっぱりねちょっとずつずれてきちゃうから、ちょちょちょっと直してラスト縫っていきます。勢い余って最後まで縫わないように注意。この部分は残して縫い終えました。あまり絵柄も汚くならずに縫えたんじゃないかな。結構いい感じ。じゃあ綿を入れていきます。綿は手裏屋さんの綿じゃなくてもセリアとかの綿でも大丈夫です。100均とかでね、手芸コーナーに置いてます。はい、モフモフ詰めていきます。耳のとことかにも入れてあげます。はい、手を突っ込んで、入れすぎない方がいいのかな。でも入んないとあれだよね。先っぽまでは入れてあげよう。入れすぎに注意しながら、モフモフしながら入れます。結構手のひらいっぱいぐらい全然入りそう。でもちぎりながら少しずつ入れます。さっきの量全部入れてもなんかまだまだ足りなそう。はい、もう片手分ぐらい入れます。あ、それでも1個あれば全然全然余裕だね。
マスコットとか作っても全然残るぐらいにはなります。なので2個とか買う必要はなし。はい、こんな感じかな。あ、いいんじゃない。耳の部分にも入って、こう止めた時にこの部分がパツンパツにならない、これぐらい。まあ、あと気持ちほんのちょっと入れたら縫い合わせていこうかな。反対側にも膨らむからこんな感じかな。うん、じゃああとは縫い合わせていきたいと思います。はい、ということでこんな感じ。あとはちょっと綿色をすればねいいかな。うん、可愛くできました。これも満足。これが自分で作れるのはかなり嬉しいですね。子供も大人も喜びそう。これは嬉しい。本当になんか嬉しい。可愛くできてよかった。顔の形もあまり変わらない。本当にいいバランスのサイズです。はい、ではラストは一番難しいのだけ一緒に作りましょう。あとはもうみんな頑張ってやってみましょう。それぞれのキャラクターごとにこうやって分けたら、あ、ニャスパこっちだ。一番難しいのはやっぱヒバニーかな。まあ、でもさっきのピカチュウできれば全然大丈夫のはず。モホミルやピチュウやニャスパ、モクロはまあ大体同じ感じよね。丸く縫ってちょっと入れれば OK だから。で、最後止めればいいからね。よし、じゃあヒバに一緒に頑張ろう。布を合わせたら、これはね、こことここだけ止めましょうになってますけれども、耳の部分、ここと、下も止めちゃいましょう。そうすると絶対楽。はい。と、もともとついてるここ。あとは下も止めます。と、もともとついてるここ、あとはこの耳の内側。はい、ここ止めちゃえばもう全然楽なはずです。じゃあ塗っていきます。なんかね、途中途中で止まると余計にここがね汚くなるかなと思って一気に行ったんだけど、やっぱりあのミニの方がちょっと難易度高いかも。まあでもここら辺はもう最悪切ってカットして形を整えてしまえばいいので、そういう意味ではね、あんまり問題ないかな。ちょっと外側をこう縫ってる気分でやったんですけど、やっぱ若干絵が消えますね。うん。あとはじゃあ綿の量だね。綿の量はこれは少なめにしよう。なんか細くなりそう、ヒバに。これは少しずつ入れます。で、鉛筆とかなんかこう奥まで入れれるやつあったら、そういうのを使って入れていきます。親指とかで大丈夫かな？なんかこう、せっかく縫ったところがほどけちゃいそうになるのは怖いんですよね。ので少しずつ、人差し指かな？入れてって。もうこれぐらい入れれば十分じゃない？あとは形が崩れないように、
してあげる。モフモフしてこう絵が綺麗に見えるくらいでこれはやめとくのがベストかも。入れすぎない。はい、あとはちゃんと止まるように押さえて塗っていきます。縫い始めのところまできっちり留めてあげたら完成。いいかな、こんな感じ。どっちを表にするか決めたら整えてあげよう。こっち綺麗だからこれでもいいか。これ裏なんですけど、はい、ちょちょちょとこう絵のところ出してあげて、こっち表ってしても大丈夫。では残り頑張ってチャレンジしてみてください。一気に作っちゃいます。ピーチは3箇所止めた方がいいかもね。ここでタート縫います。マホミルは距離が短いからここだけ止めることになってますね。まあいけるかな。ヤスパーは斜めスタートなんですね。そしてこことここ止めることになってるけど、ここら辺も止めとくと楽そう。はい、ここ3箇所を止めてみました。ホクロ2箇所だけどいける？私はやっぱ上も止めたいな。針が抜けないっていうか、こう引っかかったっていう時はもう一回軽く押せば大丈夫なので、そんな感じで調整してみてあげるといいかなと思います。はい、ということでこちら完成しました。綿の入れる量は本当にこの子たちは一つまみが限界でした。一つまみ、これも多いな。これぐらい、これぐらいの量を入れてあげるのでちょうどよく形保って縫えるかなーって感じですね。モクロンもマホミルも、マホミルなんかこれ入れて結構パンパンになっちゃいました。ピチューもほとんど入らなかった。これピチューはこれ2つ分ぐらい入ったかな。いやでもそんなに入ってない、1個半ぐらいかな。やっぱヒバニーがいっぱい入ったけど、ニャスパーの方もこれにこう、ちょっと多いかなーって感じで調整したぐらいですね。はい。ただそのおかげでどの子も可愛くお顔が見えるように仕上がったかなと思います。ということで、綿の入れすぎに注意して可愛く作ってあげてください。はい。というわけで、ポケピースフェルティミシン専用タプリセット2回目は、サコッシュとミニクッションとマスコットを作りました。いかがだったでしょうか。ラスト3回目、巾着袋とティッシュケース頑張って作っていきましょう。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。